こんにちは、パーカークマだよ。今日は赤坂にある湖水にやってきたよ。早速行ってみよう。ここでは創作スパイスカレーを味わうことができるんだ。僕は三種盛りのマーラー山椒豚キーマ、トッピングにヤンニョム卵、そして三種盛りのスパイシーエゾシカキーマ、トッピングにスパイス豚角煮を注文したよ。こちらが三種盛りのマーラー豚キーマとヤンニョム卵。左側はほうれん草塩麹チキンカレー。スパイスがたくさん使われているけど辛すぎず、プリプリのチキンは塩麹が効いていてとっても美味しいよ。右側は三元豚レッドタイカレー。豚肉だけでなくオクラや大根など具沢山で食べ応えがあるんだ。ご飯の上に盛られているのはマーラー山椒豚キーマ。ピリッと山椒とマーラーの辛みを感じられてさっぱりとした味わいになっているよ。トッピングのヤンニョム卵はどのカレーともぴったりで簡単に味変できるのでおすすめだよ。こちらは三種盛りのスパイシーエゾシカキーマとスパイス豚角煮。3種類目の選べるカレーのスパイシーエゾシカキーマは特にスパイスが効いていてピリッとした辛さとジビエの美味しさが際立つカレーだよ。ご飯が止まらなくなるんだ。スパイス豚角煮は角煮だけでも美味しいんだけど、カレーと合わせて食べるとガツンとさらに美味しい一品になるよ。赤坂の隠れ家的スパイスカレー屋さん。メニューは週替わりなので次は何のカレーに出会えるか楽しみだね。今回は湖水を紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価、おすすめのお店をコメントしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。